お疲れ様じゃんそうそうこの間のライブもお疲れだよね超頑張っちゃったでもさ、もうそろそろ冬休みだよ冬休みっていいよね。クリスマスにお正月、いっぱい遊べるしでもお姉ちゃんに遊ぼって言ったらね、自分たちだけでスノボ旅行に行くんだって。るくない 私は子供だからダメなんだってさ。ひどいよね。私だってさ、アイドルとしてだったら一人前なのにね。いいもんだ。私はみんなと遊ぶから。お姉ちゃんとじゃなくたって友達はいっぱいいるもん。あ、あとね、今夜は雪だって言うから、そしたらみんなで雪だるま作って遊ぶんだよ。 ピー君も来てくれるよね来てくんなきゃ。えー、っと。あ僕なんだからえ <laughs> じゃあ、ミリアちゃんとコウメちゃんは顔を作ってね。可愛くがっつり持ってあげて。雪だるまちゃんだって、私たちの友達でしょってことは、 つまり、メイクは大事なんだから。うぅーマフラーも似合ってるし、帽子もキュートだね。やっぱ私たちのセンスがいいからじゃないえあピーくんだやっはーっていうかもう遅いよ。ほとんど作っちゃったじゃん。ま、来てくれただけでいっか雪だるまはもう完成だからさ。 次は別ので遊ぼうよいいでしょいいよねうん。でも雪だるまちゃん2号は大変だし、鎌倉とか作れるほど雪もないし、うん。そうだ私たち三人対 B 君で雪合戦しよう !B 君は遅れてきたし、大人だからハンデね